ウクライナの銀貨における十一聖堂の復元図。十一聖堂は、ウクライナの首都キエフに存在したキリスト教の教会である。989年から996年の間に、ルーシのボロディーミル成功によってコキエフ山の上に建立された。ルーシ及びキエフにおける最初の石造りの教会であったとされる。ルーシ年代記の記述によれば、 ボロディーミル聖光は教会を建設するために自分が所有する金銀の10分の一を献金したので、教会は11聖堂と名付けられた。現存するのは聖堂の土台の遺構のみで、ルーシ時代の聖堂の姿について不明な点が多い。発掘調査によれば、聖堂は3つの神道と6つのドームを持つ、ビザンツ風な内設十字型の教会であったという。内部は、 豪華なモザイク、壁画、大理石の彫刻、モザイクと年番岩を合わせた床があったと考えられる。989年から1037年にかけて、11聖堂は、コンスタンディヌーポリ総主教庁のキエフ府主教区の中心であった。1037年にその中心は聖ソフィア大聖堂へ移った。1169年にウラジーミルスーズダリ公国の公爵、 アンドレイイは、キエフを占領し、聖堂の宝物を強奪した。1203年に、チェルニーヒウ公国の公社クリューリクが同様な略奪行為を行った。1240年に、ルーシに侵攻したモンゴル帝国の軍勢がキエフを攻略した際、11聖堂が大きな被害を受けた。聖堂は、侵略者から守る、キエフ夫人の最後の取り出の役割を果たしていたからである。 13世紀以降、11聖堂が衰退して荒れ果てた。17世紀になると、キエフフ主教ペトロモヒーラが残された聖堂の壁を修復し、新たな小さな教会を建てた。修復作業の際に、ボロディーミル成功の霊宮と思われる石棺が発見された。ロシア帝国時代になると、古い教会の壁とモヒーラ教会の建物が撤回され、 1828年から1842年にかけて新たな大聖堂が建立された。この聖堂は生新序終身聖堂と名付けられた。1928年にソ連政権が聖堂を廃止して全壊させた。1938年から1939年にかけて粒子時代の教会の移行を研究するために発掘調査が行われた。調査では 教会の遺物のみならず、中世のキエフ大公の宮殿や、貴族の屋敷の跡などが発見された。ウクライナ独立後に、11制度の再建についての議論が浮き上がった。しかし、ウクライナに存在する複数の教会の対立と、ウクライナの歴史学者と考古学者の強い反対のため、議論が行き詰まった。2006年に、モスクワ総主教庁系のウクライナ正教会の聖職者は、 11聖堂の遺構の近くに土地を横領し、独断で小さなコンクリートの境界を建てて、11修道院と名付けた。これに対して、ウクライナの学者は反発し、モスクワ総主協調でさえこの行為を非難したが、ウクライナ政府の反応がなかったため、問題は未解決のままである。ABCDEFGH2004-370 2011年8月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年5月29日閲覧2011年8月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年5月29日閲覧税税税118.072007税31.052011 2011年8月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月1日へ閲覧。5.122012時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年12月12日へ閲覧。ありがとうございます。